アメリカ政府の日韓仲裁案の内容判明か、朝日新聞が報道。朝日新聞によりますと、本日、アメリカ政府が日本政府と韓国政府に対して、これ以上事態を悪化させないよう、日本に対し輸出管理を進めないこと、また韓国に対して差し押さえた日本企業の資産を売却しないことを求め、 仲裁を行おうとしているとされております。こちら、朝日新聞なんですが、先日も反戦ンン病訴訟で意図的にデマを流したことが明らかになっており、この朝日新聞の報道も事実ではない可能性があるんですが、こういった報道について、菅官房長官はそのような事実はないと、 否定いたたししましたこちら朝日新聞がまたしてもデマを垂れ流しているのかもしくは明日行われる予定の日韓外相会談や日米韓外相会談にて提案が行われるのか分かりませんが日本政府には今後も日本政府による韓国に対する措置についてアメリカ政府などに 説明を行っていただき、日本として必要な措置を取り続けていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。